はいどうも、たまやです。今回も FC25 ユース縛り監督キャリアやっていきましょう。さあ、なんといっても前回もうあまりにも劇的な結末でチャンピオンシップ優勝しまして、今回からプレミアリーグ編となります。お待たせしました皆さん。いや、ついにイングランドの最高峰4部からユースの力だけでここまでやってきたよ。で、今チーム状況としてはこんな感じで、当然ね、このキャリアモードの目標、ここはチャンピオンズリーグ制覇になりますんで、まあ、このプレミア挑戦初年度からできるだけ来季の CL 出場権獲得のためにリーグ4位内ここに入っていきたいと思うんだけど、まあどうよ、ちょっとねぶっちゃけ厳しい。まあ、決してね、プレミアで戦えないわけではないと思うんだけど、ちょっとね、上位に入っていくには、戦力としてちょっと心もとないかなという感じなんで、まあ、初年度に関しては、ワンチャンね、CL 圏内狙えたらラッキーだし、まあでも現実を言うと、まあ、EL 行けたら相当いいかなぐらいの、ちょっと厳しい展開にはなっていくんじゃないかなと思います。だからまあ初年度は育成しながら、耐えて、まあ2年目が本命なのかなとも思っている。まあでも実際どうなるかは分かんないんで、まあ、チームがね最大限いい結果を残せるように信じてやっていきましょう。さあ、それでは昨シーズンの結果を受けて各選手のポテンシャルがどれだけ変動したのか、ここから確認していきましょうか。まあ変動というより各選手のポテンシャルの紹介という形で見ていきたいと思います。まず坂本は何もなしと。ちゃんと毎年活躍してくれてるんだけどね、ここ結構理不尽よ。でケリーはちょっとね、なんか状態のところが見れなくなっちゃったんだけど、ここはね下がるわけがないんで、まあ、ここは一流選手のポテンシャルを持っているというところで間違いないと思います。でクックは何もなしなんだよ。で新加入カヤが将来が非常に楽しみ。でカイパス一流選手最高評価。でヤンセンね、そう昨シーズンね、ヤンセンとホワイト OVL を成長させるために一旦レンタルに出してたんだけど、まあ、ちょっとここがレンタルのデメリットというか、ポテンシャルがねもともと一流だったんだけど、将来が非常に楽しみとワンランク下がってしまった。でこれホワイトも同じく、だからちょっとレンタルの怖さは出たよね。まあその分 OVL 上がったから全然いいんだけど、だから彼らは育成方針としてはもう全試合スタメンで出して、で試合数を稼いでまたね一流復帰させられればなと、そんなことを考えております。新加入デフリス将来が非常に楽しみ。でブラウン将来が非常に楽しみ。これは評価上がったかな、ポテンシャルが高いだったよね。でマティスはちょっとパリ・サンジェルマンからオファーいただいちゃってて見えないけども、ポテンシャルが高いで変更はなしになります。で吉田もちょっと見れなくなっちゃったけど、彼もね一流選手のポテンシャルを持っています。でチームの心臓アルハルビ、金持ちの一流選手キープ。で新加入シエラ将来が非常に楽しみ。でテイシエラは移籍リクエストを提出済み。まあ、契約切れるまでは残します。まあ、彼はね結構本当に3試合に1回ぐらいで使ってるんだけど、控えとしてはいい選手なんで、できれば残しておきたいし、まあ、今回監督としての解雇がないんで、いくらねこいつの不満が溜まって監督評価が落ちてこようが、あの監督をね続けることができますんで、ちょっと最低限お前はチームに貢献してもらうぞ。でレンタル帰りブラボ将来が非常に楽しみ。こいつはずっとレンタルなんだけど結構いい感じで来てくれてるんだよね。でサイドテシェラも何もなしと。でモラエスもね表記なくなっちゃったけど、彼もね変動なしでポテンシャルが高いというところになります。でロペス将来が非常に楽しみ。レベロ一流選手最高評価キープ。そしてフォワードアルアモリーディアン、ここも一流選手キープでございます。さあもうねポテンシャル的には全然もう最終舞台 CL 行けててもおかしくないぐらいみんなねポテンシャルを秘めてるんで、あとは成長がどう追いついてくるか、そこ一点になってくると思います。さあそれでは、今期レンタルに出していく選手、ここをね決めていきたいと思っていまして、まずディフェンスラインね、まあ、ちょっと今季はね耐えの1年にはなると思いますんで、ただその中でもヤンセンとホワイト、ちょっとレンタル帰りというところでポテンシャル下がってしまったんで、もう今季は彼らのポテンシャルを戻すべく、ここは全試合スタメンで固定していくというところはもう考えていますんで、だからそう考えると今回もディフェンスラインは本当にカツカツでやっていきたいと思うんで、クックレンタル、カヤレンタル、でブラウンもレンタル、でも本職サイドバックで残すのはホワイトとケリーのみで、センターバックとして、カイパース、ヤンセン、そして新加入デフリース、この3人を残す形にして、ディフェンスラインは全5人で回していくと、そんな感じでやっていこう。で、ちょっとマティスも今季はレンタルでいいかな、ちょっとポテンシャル伸びなかったっていうのもあるし、今季やっぱホワイトをね、なんとかしていきたいんで、
で中盤は、シエラレンタルでテイシェルはチームに残すっていうかもうこの状態になるとレンタル出せないし、でブラーブは今季もレンタルでいこうか、言うてもやっぱうちアルハルビのチームなんでね、だから出場機会はねチームに残しても限られてしまうん でサイドテイシェラもレンタルで、まあ、あとはフォワードのとこね。でディエン、さすがに OVR そろそろ厳しいよね、これプレミアム無理だもんね、73。さすがにまあ今までね本当に何の不満もない結果をね残してきてくれたんだけど、ちょっとやっぱ今後を見据えるとこの OVR っていうのは非常に厳しいというところで、ちょっとねディエンに関しては考えてることがありまして、レンタル後即呼び戻し、これですね。毎回ねこのゲームそうなんですけど、結構ね前年度にゴール数伸ばしてたりする選手を翌年ねレンタルに出すと、もう短期間でというかレンタル出した後速攻で OVR が爆伸びするという現象がねありますんで、ちょっとね彼に関してはそこにかけていきたいなと、まあ、いわば魔改造していきたいなと。そこでまあ OVR80 ぐらいまでバーンと一気に跳ねてくれればね、もう立派な戦力としてプレミアリーグで戦っていけると思いますんで、っていうかまあもうねうち今更ほんとワントップに戻せないんだよね、このツートップがハマりすぎてて、だからこいつのね成長っていうところはもう本当に必要不可欠だと思いますんで、ちょっと今回そこを絶対に試していきたい。さあレンタル出していきましょうか。お前はすぐに呼び戻すけどな、あ、なんももう着替えとか荷物は持っていかなくていい。じゃあまずは一旦流していって、レンタルリストに入れた選手たちの交渉関連、ここを終えてこようか。さあ各選手のレンタルを終えてきました。さあ気になるのはディエンだけど、まあちょっとね下から順々に見ていこう。さあカヤとか伸びてるか、75で、マーティス84、早速にも成長してるね、これは素晴らしい成長で、シエラ74、プラバ伸びず77と、でテイシェラももちろん伸びてない。さあ魔改造成功、 OVR プラス7、いや伸びたね、これでも立派にプレミア戦っていけるぞ。さあこの成長はチームにとって非常に大きい、レンタルバックしていきましょう、あとはポテンシャルが落ちないことを祈るのみ。さあ一流キープというところで、いや素晴らしいですねこの魔改造というもんは。さあディーンが80台乗ったことでなんか一気にいけそうな感じもしなくはないよね。いやーまあまあ注意以上は狙ってほしいな、これワンチャン CL、EL、そんなところか。さあというわけで、今回はね、まあ、このユース縛りでやってきて、ようやくプレミアに昇格したと。で、このプレミアの1年目のシーズンで、このチームがどこまでやれんのかというのをね、今回も検証も兼ねて、もうワンシーズン終えていきたいなと思っております。まあどうだろうね、予想外に上位に行けちゃう可能性ももしかしたらあるし、まあ、正直ね今の予想としてはまあ当然ねスキップするときはシミュレートで試合を終えていくんだけど、結構今作ねシミュレートで勝つっていうのが難しくてね、あのやっぱちゃんとそのリーグでレベルが突き抜けてないとなかなかシミュレートで勝ちをね積み重ねていくことができないなと、そんなことを思っているんで、まあ、今季はねぶっちゃけ結構苦戦するんじゃないかと、そんな予想しております。だから本当に今シーズンは耐えて来シーズン成長したメンバーで勝負という感じになるかなとは思うんだけど、まあ、ちょっとそこはやってみないと分かんないね。だからできるだけこの1年目ここはね介入せずにやっていきたい。さあ何でも一気にねシーズンの本当に最終盤までまずはねシミュレートで流していきましょう。さあ最終盤まで進めてきました。残りちょうど10試合だね。その状態で今チームがどんな感じなのか確認していきますと、激ヤバでございます。17位、降格ラインスレスレ、しかも降格圏内のノッティンガムと勝ち点同じなんよ、ヤバすぎん。もうね全然勝てんかった、本当にエグいってプレミアリーグ、誰がこんなところで戦うんだマジで。いやーもう今季1年目の目標は残留だ、完全にそこに舵を切って全力で残留していくしかない。で見て上位、おかしいことなってるね。まあアストンビラはわかるよ、1位ブライト、2位クリスタルパレスなんよ。いやあのシーズン序盤とかだったらわかるよ、だけどもうシーズン最終盤でトップ3までこれなんよ。まあ、そこに続いてねシティ、リバプールだったりおなじみの上位メンバーが来ていて、でアーセナルはちょっと落ちて8位、ユナイテッド10位、トッテナム11位と、なんかやっぱ時代がちょっと変わってんなっていうそんな感じが見えるんだよね。
で、この残留か降格かという瀬戸際のところで、次の相手が14位のフラム。確か勝ち点差3ぐらいだったと思うんで、ちょっとここで勝てればこのフラムももう残留争いというところに巻き込める形になると思いますんで、ちょっとここはね、観戦試合でプレイして絶対に勝利を手にしていきたい。さあ、ということでこの負けられない一戦、まずはプレイをしていきましょう。さあ、今回メンバーはこんな感じ。いやー、もう約1年やってきたんで、だいぶ能力も成長して、吉田がなんと OBL90 代王手89で、2トップもディエンが82、荒森が86と。でも成長が止まってしまった坂本以外はみんな OBL80 以上となってくれたんだけど、まあ、ちょっとね、いかんせん今シーズンやっぱ勝てなすぎてるんで、やっぱこう伸びのスピード、ここはちょっと停滞してしまったかなという感じなんだよね。まあちょっとそれはしょうがない。とりあえずもう今残留に向けて全力でこのフラムを叩いていきましょう。リーグ戦キックオフ、さあ始まりました。プレミアリーグ、これが一応プレミアのね、完成初戦なんで、もうね、状況的には残留争いになってしまってるけど、まあ、ただね、シュミレートでは苦戦してるけど、実際能力的なことを考えれば、まあ、絶対にフラムぐらいだったら圧倒できる戦力ではあるんだよね。だから観戦モードではね、そこをしっかり見せてくれることを期待していきましょう。さあ吉田が頑張ってカットしていく。いや、さすがだな吉田。オベール89、アルハルビからモライス、そしてアルアムリ戻す。モライス、なんで戻した。さあここも吉田です。もう吉田がすごいんです。アルアムリ、さあ行ってくれ、決めていく。いやー、もうなんかあの辺の落ち着き、もう一流プレイヤーすぎん。もう当たり前のように決めたよ。吉田のカットから最後アルアムリ、いいショートカウンターだった。1対0。さあ、もうこの残留争いにおいてはね、もう一勝が非常に大事になってくるんで、この勝利に近づいたというのはだいぶ嬉しいよ。さあディフェンス注意よ。ナイスブロック、ヤンセン。さあここ抜けられて、いやー早いって、早いよ、追いつかれていく。さあ吉田がキープからの、あれあまり受けてディエン打っていく。カイパース、決めていく。突き放したのはまさかのカイパース。いや、いいとここぼれてきたね。そして足元冷静だったな。いや、これケリーの倒れ込みが相当効いたぞ。さあ得点直後頼むよ、耐えていこうぜ。いや、ちょっと待って、怖すぎ。さあここ奪ってカウンター、ディエンからリベロ、ここは仕掛けていく、ディエン。さあこれやばいぞ。いやー、行かれる。ちょっと待てって。いやー、まあでもこれがプレミアか、恐ろしいなマジで。いや、プレミアが強すぎるのか、これが俺らが今季苦戦してきた理由なのか。さあ2点取られたら3点取ればいい、そういう気持ちでやっていこう。アルハルビ、ディエンに取って、いやー惜しい。ここで前半終了。後半キックオフ。さあちょっとここに来て観戦試合のプレミアの洗礼を受けているわけだが、なんとかここはね、もう1点2点入れて勝利をもぎ取っていかないといけない。アルハルビからモラエス、そしてディエン、ディエンからいいサイドチェンジ、リベロ、そしてアルアムリ、素晴らしすぎる。いや、今シリーズのベストゴールじゃない、えぐいの出た。いやー、このサイドチェンジからもう全部ダイレクトで、最後リベイロからアルアムリ、エースにつながった。いや、驚異的なゴール、3対2、再び突き放したよ。さあここで2点差に広げられるかどうか、多分あと1失点ぐらいは済んだよ。アルハルビからディエン、モラエスにこぼれて、さあディエン頼むよ、一旦戻す。さあアルハルビはミドルも持っている、ここキープしてかわして、さあアルハルビ、ここはふんわりクロス、ディエン、いや、えぐいね、やっぱアルハルビそこの視野。さあちょっとこれはまずすぎるぞ、ちゃんとついていけ、そこ頼むよ、ナイスブロック。アルハルビ受けてディエンを使っていく、うまいね。さあ空いてるぞ、
ケリーからアルアムリ、ここ落としていく。さあうまい、アルハルビこの辺もうめえな。さあアルハルビのサイドチェンジ、いやーちょっともう圧巻だわ。あの中盤ディエンのシュート、さあ耐えてくれ、なんとか耐えてくれ。あとアディショナルタイムのみ、ここよ。いやー坂本よく耐えたな。もう終わりでいって過ぎてるよ、大丈夫か。いやーナイスブロック、まだあんのか、もういいでしょ。オッケー、ここで試合終了、勝ち取ったぞ。これが残留力ってやつだ。マンオブザマッチはアルアムリー、2ゴールの大活躍。ディエン1アシスト、モラエス1アシスト、リベイロ1アシスト、カイパス1ゴールと。でこのゴールもアシストもないアルハルビがチーム2番目の評価点 8.9 っていうのがね、もう彼の凄さを表しているよね。さあ今の一戦を終えまして順位は15位、これは大きいぞ。さあさあさあ残り9試合で今ね勝ち点29とか28とかその辺のチームから逃げられるのかどうか、そこだよね。さあというわけでもうシミュレートでリーグ終わり間際まで進めていこうか。ちょっともう最終節がこの残留争い真っ只中のウルブス戦なの怖いね。ここで決まる可能性もあるし、まあ、飛ばしてくんならこの前ぐらいか。まあでも大丈夫そうだったらここも行っちゃうけど、ただちょっとうちね上位残しすぎてんのよな。これ4月地獄よ、もうほぼビッグシックスで、でクリスタルパレスは今2位だしね。この地獄月間あるからな、結構きちいかもな。さあ流していきましょう。さあというわけでもう結局ねシーズンを終えてきました。いやこの意外とね4月にクリスタルパレスに勝ったり、トッテナムアーセナルに勝ったりと健闘できたおかげで、リーグは16位フィニッシュと。いやー逃げ切ったねこれは。いやーまあでも厳しいシーズンだった。で結果的に優勝がアストンビラ、ブライトンパレスをまくったか。勢力図変わりすぎよ。で FA カップはなぜかプレミア降格が決定したエバートンが優勝していて、しかも決勝の相手プリマスアーガイル、ここもなんかカオスなことになってる。カラボーの優勝はアーセナルで、 CL は決勝まだ終わってないけど、決勝でなんとクラシコと。いやでもなんかもうここ見てもわかるんだけど、あのプレミア勢元気ないよ。まあ、シティはかろうじて8には残っていたけども、でスタッツ的にはね、まあ、無失点は当然もう全然少なくて、よくて3とか。ちょっとここは痛かったね。で吉田頑張ってます、5ゴール2アシスト。いやちょっとプレミアでアンカーでこの結果は異質でしょう。これは素晴らしい活躍で、我らが中盤の王アルハルビ13ゴール4アシスト、彼やっぱチームが不調の中でも結果を出してくれたね。いやお前がいなかったらどうなっていたことか。でまぁ、ちょっとその他サイドアタッカー陣は元気ないね。モラス3ゴール3アシスト、ロペス1ゴール1アシスト、まあ、リベロアシストで頑張ってて3ゴール7アシスト。まあちょっとこのサイド攻撃が結構プレミアで封じられてしまったっていうところだったのかもね。でフォワード陣ね、ちょっとここびっくりなんだけど、アルアムリが12ゴール9アシスト、まあこれは9大点だね。ちょっとアルアムリにしてはおとなしめのシーズンになったかなという感じではあるね。来季は頑張ってくれよ。でディエンよ、ディエンがめちゃくちゃ頑張ってて、なんとプレミアで16ゴール7アシスト、ついにアルアムリをシーズントータルで抜きました。見事な活躍を見せてくれました。いやでもやっぱ CL を狙いに行くにはもうこの2人ともがね20ゴールぐらいの、そんぐらいの活躍を見せてくれる必要があると思うんで、来シーズンはさらなる飛躍に期待していきましょう。でリーグ得点ランキングは1位はオランダのブロビー。いやーこいつがアストンビラの強さの秘訣か、アストンビラのエース。でうちのメンバーはさすがに入ってねえよな。アシストはマルティネリ、なんかいつの間にかリバプールに行っちゃってるけども。でブライトはグルダがすごいんだね、得点ランキングも4位につけてるし、やっぱそういう飛び抜けた選手がいるチームが結果出してんだろうね。さあというわけでプレミア1年目のシーズン、ここはね非常に厳しい戦いとなってしまった。本当に残留できて何よりよ。まあでも CL 結構遠いな、もう目の前に来てるとか思ってたけど、そこに出るまでがね今作結構大変そうだぞ。さあただなんとか来シーズンで CL 出場権獲得目指して頑張ってやっていきたいと思いますんで、皆さんぜひ来シーズンも応援のほどよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。